皆さんは知っているだろうか。名刀、電光丸を。空気砲とかショックガンに並んで、映画でよく使われている秘密道具だよね。だけど、使うたびに電池切れとかになって、結局役に立たないパターンが多いよね。うむ、確かに映画とかではそのイメージが定着しているな。だが書籍によっては恐ろしい威力を持ち、そして実は原作ではものすごく登場回数が少ないのはご存知だろうか。というわけで今回は、実は勝てないことの方が多い、名刀、電光丸について解説、だ。なんだというわけで今回は秘密道具、名刀電光丸について解説していこう。まずは、名刀電光丸の初登場回、コミックス11巻、名刀電光丸にて、ジャイアンが剣道を習い始め、その影響でジャイアンに決闘を申し込まれてしまうのび太。そんな決闘に対抗するためドラえもんが出してくれたのが、名刀電光丸である。この道具にはレーダーが組み込まれており、襲ってくる敵の動きをキャッチし、自動的に相手を倒す。それゆえに、寝ていても持って焼かせるというすごい道具なのだ。この道具の実験のために、ドラえもんが物差し片手にのび太に襲いかかるのだが、ビビったのび太は押し入れに隠れてしまい、勝負にならなかったのだ。そこで、勇気を持つため2628年付近の船島に向かい、武蔵と小次郎の決闘を見て戦いの参考にしようということになるのだが、そこで変な顔のおじさんを笑ったがために絡まれ、巨大な金棒でのび太は襲われてしまうのだが、巨大な大男の金棒を受け止めるだけでなく、反撃に大男の頭上に一撃をかまし、気絶させてしまうのだ。その後、いろいろあって大男の復讐で多くの男たちに襲われるのだが、道中知り合ったまだ弱い時期の武蔵が、名刀電光丸片手に勝負を挑むことになり。と、一人で大量の男たちをなぎ倒し、この名刀電光丸の凄さを見せつけるのであった。というわけで、以上が名刀電光丸の初登場回なのだが、この名刀電光丸は、実は原作では2回しか登場しておらず、1回目が今の初登場回、そしてもう1回が大長編3巻、ドラえもんのび太の大魔境にて、物語終盤、反落した大臣の親衛隊長サベールと、巨人像内部でのび太が対決するシーンがあるのだが、その際、サベール相手にのび太は名刀電光丸で戦うことになる。ちなみにこの時はなぜか、名刀ではなく危険になっていた。先ほども紹介したが、名刀電光丸の威力は凄まじく、どんな大男でも一撃で仕留めるほどの威力があるのだが、なんとサベール隊長は名刀電光丸相手に互角の勝負に持ち込み、勝負がつかない展開になるのだが、最後に、のび太の決死の一撃に切られ、ることはなく踏まれ、その拍子に階段から転落して決着がつくのであった。あの名刀相手に互角まで持ち込むってサベール隊長すごかったんやな。うむ、敵ながら騎士道精神もあるし、かっこいい敵だったな。というわけで原作の登場回はここまでだが、原作、というわけではないが、F 先生亡き後、大長編24巻ドラえもんのび太のワンニャン時空伝では、こちらも物語終盤、ドラえもんが愛するシャミーちゃんのために雑魚兵と戦う際に、名刀電光丸を取り出し、いともたやすく敵を一網打尽にする。そして、その後今回の親玉でもある猫じゃら相手にナメプで対決していたドラえもんなのだが、あれ、動かないぞ。ということは、電池切れだ、と、まさかの電池切れを起こしており、ドラえもんは大ピンチに陥ってしまうのである。何気にここで初めて電池切れ起こしているのね。うむ、だが実はこれ作者亡き後にできたオリジナル設定、というわけではない。皆さんもよくご存知だろうが、ドラえもんには数多くの秘密道具を特集した大辞典などが発売されており、作者監修という形で、すでに電光丸は電池式だったことが明示されている。え、そうなの？うむ、というわけでここからは、名刀電光丸の詳しいスペックについて見てみよう。お願いします。2004年のワンニャン時空伝よりかなり前、1986年刊行スーパーメカのサイエンスドラえもん道具カタログによると、型番 S12SV412E 電光丸、価格は55,000円。名刀電光丸は、レーダーとマイコンを組み込んだ日本刀。もちろん歯止めをしてあります。攻撃してくる敵の動きを光の速さでキャッチ、自動的に反撃します。あなたに、この電光丸と、戦う意志とさえあれば、向かうところ敵はありません。と、先ほどドラえもんが説明していた通り、持っているだけで勝てる名刀なのだ。その詳しい解説図解を見てみると、敵指向センサー、電気ショック発生器、光蓄電池、敵探知レーダー、チャンバラコンピューター、反射神経促進目抜き等々、敵を察知するコンピューターが起動し、察知後反射神経を促進、敵に向かって自動で攻撃し、電気ショックを与えるのである。そしてここで初めて電光丸は光蓄電池、つまりソーラーシステムによって動いているのがわかり、この設定を、18年後映画に反映しているということなのだ。なるほどね。ちなみに、よく映画で電池が切れるのは、もしかしたらポケットに入れっぱなしにしているせいなのかもしれないな。なんたってソーラー電池で動いているわけだし、使
う前に少しお日様に当てて充電しておかなければってことだな。ポケットの中じゃ日当たらないしね。そして、次にもう一冊、ドラえもんの秘密道具使い方辞典2にて、こちらでも似たような解説図解があり、上から、敵確認機、敵洞察センサー、電気ショック発生器、剣道銃弾コンピューター、免許改善コンピューター、手のひら吸引装置、ソーラーシステムバッテリー、反射神経支配装置等々、先ほどの書籍とほとんど似たような能力になっており、やっぱりソーラーバッテリー、そして電気ショックで敵を倒すものとなっている。ちなみに本書籍にはその詳しい事例が紹介されている。原作では叶わなかったジャイアントの決闘、その際に電光丸の詳しい説明がなされており、センサーが敵の動きを探り、コンピューターが敵の動きを上回る作戦を計算する。作戦の動作を反射神経支配装置でのび太くんの反射神経に伝える。同時に反射神経を鋭くしてくれるんだよ。力が弱くても、電気ショックで気絶させてくれる。と、この説明を聞いてのびドラは余裕の笑みを浮かべるのだが、この後ジャイアンが自分の持っている剣と電光丸をこっそり入れ替え、のび太はあっさり負けてしまうのだった。ジャイアン作詞なり。というわけで、これにて詳しい名刀電光丸の説明は以上にしよう。ここからは、原作以外での名刀電光丸の活躍について見ていくぞ。お願いします。実は名刀電光丸がここまで有名になった背景に、おそらく一番貢献しているのはアニメ、そして大長編の影響が大きいだろう。なので、まずは先ほど紹介した大長編の映画版から解説しよう。映画、ドラえもんのび太の大魔境にて、原作ではのび太がサベール隊長に、名刀電光丸相手に互角で切り合っていたのだが、映画では全然展開が違う。名刀電光丸を使ってのび太が戦うのは一緒なのだが、相手はサベールではなく、その部下であり、肝心のサベール隊長の相手はペコこと、グンタック王子であり、しかもその戦いは、なぜか巨大な歯車の上で行われる。そう、この映画の2年前に上映された、ルパン三世カリオストロの城と少し似ている部分があるのだ。そしてしまいにグンタック王子は剣でサベール隊長に負けてしまうのだが、巨人像の軌道により、動き出した歯車にサベールのマントが絡み、そのまま落下してしまうオチなのである。結構原作と違うんだね。まあ個人的にはグンタックの見せ場が少ないから、こっちの方が良いのかもしれないな。ちなみにリメイクされた映画、ドラえもん新のび太の大魔境、ペコと5人の探検隊では、原作通りのび太がサベール隊長と一騎打ちするのは一緒だが、場所は階段ではなく石畳の直線通路。そして、今ではおなじみの途中で電池切れを起こすのだが、なんと赤く光り電池切れのアナウンスをしてくれるのだ。じゃあ、のび太はどうやって勝ったのか、それはぜひ映画を見て確認してみよう。気になる。この映画はよくリメイクされているので、もし昔のしか見たことない人は一度見てみるといいんだぜ。では次の映画紹介。こちらも先ほど紹介した、ワンニャン時空伝の映画版。これは原作とほぼ一緒なのだが、この映画だけ、電光丸はその名の通り電気を帯びており、先ほどの図解のように、電気ショックで気絶させて戦う道具になっている。ちょっとエフェクトが派手でかっこいいのだ。確かに。というわけで他には説明することもないので以上、次に行こう。次は映画、ドラえもんのび太の人魚大海戦である。この映画には、人魚の剣というものが存在し、人魚族が危機にさらされた時、人魚族に伝わる海の神様マナティアが、この人魚の剣を持って助けてくれるのだという。そして物語終盤、本当に人魚の剣が登場するのだが、なんと敵である海魚族ブイキンに奪われてしまうのだ。この人魚の剣の威力は凄まじく、一振りで海は荒れ、巨大な渦を形成してしまうのだ。だが、そんな伝説の剣太郎が、名刀電光丸の前ではただの鉄くずだった。そう、ドラえもんの一撃であっけなく吹っ飛ばされてしまい、月のできたブイキンは別の道具でいとも簡単にやられてしまうのだった。電光丸強すぎでしょ。やっぱり基本電池が切れなきゃ負けなしだからな。だが、電池が切れずともそんな電光丸が負けることもあるのだ。それは映画、ドラえもんのび太の秘密道具ミュージアムにて、作中、博物館にて怪盗デラックスとの戦いになった時、デラックスが用意した転ばし屋に苦戦している最中、展示してあった名刀電光丸でドラえもんは立ち向かうのだが、なんと転ばし屋の攻撃で電光丸は吹き飛ばされてしまい、あの人魚の剣さえも打ち破った名刀は、その辺の空気砲相手にはかなわなかったのである。結局は文明の力の差なのか。科学技術の進んだ飛び道具相手には弱い電光丸なのでした。というわけで名刀電光丸の映画での活躍でした。それでは次に、アニメでの活躍について見ていこう。こちらは確認できる範囲での、掲載年月日順で説明していこう。2007年6月29日放送、海賊大決戦、南海のラブロマンス、という回で、この回、名刀電光丸という道具は登場しないのだが、作中、敵の催眠術によって操られた、ドラえもん、のび太、スネ夫、ジャイアンは、サーベルと空気砲片手に襲いかかってくるのである。このサーベルかなり強力で、数人相手でも剣で勝つことはできず、それどころか大量の銃弾を切り落とし、力
かも電気ショックによる攻撃ではなく、実際味方の一人が切られてしまうのである。何これ歯止めしてないのか。うむ、この道具作中では名前の言及は一切されないのだが、テレビ朝日ドラえもんのホームページにある、秘密道具カタログによると、ライトニングボルトサーベルという名前が付けられており、名刀電光丸のサーベルバージョンとなっているが、おそらく本家より切れ味が増している分凶悪な道具になっているのだ。すごいかっこいい名前付けられているのね。うむ、電光サーベルとかでいいのに、ライトニングボルトサーベルだからな。高速の異名を持ち重力を自在に操る高貴なる武器なんだろうな。というわけで、次のアニメ登場回を見てみよう。2007年12月7日放送、王子を守れ、伝説のドラミ三剣士では、中世ヨーロッパの舞踏会で踊ってみたいドラミの願いによって、中世ヨーロッパに向かったのだが、いろいろあって国同士の戦いに巻き込まれてしまう。この際、ドラえもんとドラミは名刀電光丸で応戦し、ドラミちゃんは緑カラーの電光丸で戦うのだ。だが、この時ドラえもんは敵にタヌキと勘違いされ、タヌキ扱いされたドラえもんは怒り爆発。この時、なんと名刀電光丸が輝き始め、ドラミがこう語るのである。すごい、お兄ちゃんの怒りが電光丸に乗り移り、パワー増大だわ。そして、ドラえもんは相手を切り伏せたのかと思いきや、なんと爆発し、その爆発で衝撃波を生み出し敵を吹き飛ばすのであった。いやもうそれ刀関係ないじゃん。この能力は、このアニメ限定的であり、後にも先にも一度もそんな使い方はされない、かなりレアな攻撃パターンなのだった。そりゃ刀で衝撃波生み出して攻撃してたら怖いよ。その後、場面は変わりドラえもんは引き続き電光丸で応戦するのだが、案の定電池切れで電光丸は途中退場している。なんだいつものパターンか。ちなみにこのアニメではミニドラ版のピンク色をした名刀電光丸も登場するが、一度も使われることはないぜ。そしてのび太は電光丸で戦うことはなく、踊って敵をなぎ倒していた。なんだこりゃ。というわけで衝撃波電光丸は以上、次の回を見てみよう。次は2009年1月9日放送、のび左衛門の秘宝に登場する、のび家にあったお宝の場所を隠した巻物が見つかるのだが、肝心の巻物が途中で切れていて、タイムマシンで実際に巻物が書かれた時代に行くのだが、原作では、戦うシーンなど一切登場せず終わるのだが、アニメではこの宝の地図を狙った山賊、のような人に宝を横取りされようとしてしまい、その山賊を倒すために、名刀電光丸を取り出し、のび太のご先祖であるのび作が持って戦うのだ。この回では電池切れなどは起こさないのだが、人質を取られて武器を捨てざるを得なくなるのだった。ではどうやって山賊を倒したのか、それは毎度おなじみ、ドラえもん月額見放題パックに550円課金してみてみよう。今日紹介するアニメのほとんどをここで見れるよ。というわけでのび左衛門の秘宝はここまで、次の電光丸登場回を紹介。2009年12月31日放送、ドラ焼き伝説を終え。では、ドラ焼きのルーツをたどって、平安時代の弁慶と牛若丸に会いに行くのびドラ。そしてその際に、牛若丸を鍛えるために名刀電光丸で相手をしていたら誤って殴りつけて気絶させてしまい、しょうがないので、牛若丸に変装して、のび太が弁慶と戦うことに。だが、橋の上でいざ戦おうとした瞬間、なんと抜刀した瞬間に電光丸の電池が切れてしまい、この回では、一切役に立つことはなく出番は終わってしまう。なんだ、いつものパターンか。それでは次の回、2013年11月15日放送、のび太タイム差し、巌流島ちょっと前の戦いにて、これは先ほど紹介した名刀電光丸の原作初登場回であり、少し脚本に着色があり、静香ちゃんが一緒に江戸時代にタイムマシンで来るのである。そして大体原作と同じような展開の後、最後、原作では来れなかった、巌流島の戦い当日にのび太が向かってみると、小次郎との決闘を前に、武蔵がのび太と手合わせしてほしいというのだ。だが、のび太の武器は当然電光丸、余裕で勝つかと思いきや、二天一流、武蔵の二刀流での猛攻は凄まじく、刀同士の戦いで電光丸が負けそうになってしまうのだ。だが、武蔵はのび太との戦いに勝ったら静香ちゃんを嫁にもらうと言い始めたため、のび太の怒りのパワーが電光丸に移り、爆発して衝撃波が、なんてことはなく、なんとのび太は本気で切りかかり刀を真っ二つにし、その勢いで武蔵の腹綿を切り伏せるのである。武蔵死にますねこれ。てか電光丸金属切るほどの切れ味あるのか。もう歯止めなんてなくても恐ろしい威力の電光丸なのでした。あと一応伝えておくと、この後武蔵は切られてもピンピンしているのでご安心ください。それでは次の電光丸登場回、2010年6月11日放送、夢枕のおじいちゃんにて。この回、パパの夢枕におじいちゃんが出てきて、のび太にもっと厳しくしろと伝えるもんだから、本当に鬼パパになってしまうのびすけ。そこでのび太は、生まれる前に亡くなってしまったおじいちゃんに一目会ってみたいということになり、タイムマシンで過去ののび家、パパの子供時代に向かうのである。原作では、名刀電光丸は一切登場しないのだが、喧嘩に負けて帰ってきたのびすけに、勝つまで帰ってくるなと言いつけるおじいちゃんを見て、
あまりに不憫だと思ったドラえもんが、名刀電光丸をこっそりのびすけに投げ渡して支援し、大将と呼ばれるジェイアンみたいな子供に勝利するのだが、そのせいで、もう一度のびすけは決闘を申し込まれており、その決闘の際、陰でこっそり覗くのびドラとおじいちゃん、ドラえもんは電光丸で支援するつもりだったが、おじいちゃんは息子ののびすけを信じて助太刀は不要と一括。その決闘の決着はどうなったのか、それはテレ朝で課金していかやく、結構感動できるお話にまとまっているのでおすすめだよ。数少ない伸びるおじいちゃんの傑作回だしな。それでは次の電光丸登場回、ドラえもん誕生日スペシャル、2012年9月7日放送、ありがとうですからの大脱走にて、もしもボックスによって、叱ると逮捕されてしまう世界になってしまう22世紀にて、ドラえもんが過去にのび太に対して叱ってしまったことがバレてしまい、ロボット収容所、ありがとうですに捉えられてしまうのだ。このロボット収容所の所長が、マジメイというのだが、このマジメイがのび太の願いを叶えた、もしもボックスを盗み出してしまうので、物語終盤、屋根の上でドラえもんとマジメイが一騎打ちになるのである。その際、マジメイは口を剣に変形させて攻撃してきたので、ドラえもんは名刀電光丸を持って対抗するのだが、電光丸、そんなおもちゃで私に挑もうというのですかと余裕ぶったセリフを吐いており、なんとその実力は本当に折り紙付きで、剣で勝った上にドラえもんのタケコプターを破壊。その勢いでドラえもんは足元をすくわれ、名刀電光丸を屋根から落としてしまうのである。そう、電光丸そのものは負けなかったのだが、マジメイは別の部分を狙って電光丸に勝利を収める、恐ろしい役役として登場してくるのだった。残念、1世紀負けたか。マジメイは同じ22世紀の人間だけどな。おお。というわけでありがとうですはここまで。次の電光丸登場回を見てみよう。2016年12月31日放送、戦国のビベイ頑張れでは、この作品は原作におけるコミックス一巻、ご先祖様頑張れを下敷きにしているが、その内容はもはやアニメオリジナルと言っていい内容になっている。話が長いので要約するが、いろいろあって、のび太がご先祖様の武功を挙げて、農家ののびべいに出世してもらおうと画策するのだが、幼馴染のお姫様が、隣国の忍者雲隠れジェイゾーに連れ去られてしまうため、隣国の後ろにのびドラ、そしてのびべい、スネ丸という家臣と共に忍び込み、のびべいが、雲隠れジェイゾーと戦う羽目になるのである。その際にドラえもんが手渡したのが名刀電光丸であり、その名刀の名にふさわしく、いつも通り強力な剣技を見せつけ、ジェイゾーをあと一歩というところまで追い詰める、が、ダメ、そう、いつも通り電池切れを起こしてしまうのである。なんだ、いつものパターンか。というわけで、この回はこれ以上電光丸は活躍しないのだが、実は電池が切れた後ものびべいは意外と奮闘しており、あのジェイゾーを電池切れの電光丸で倒してしまうのだ。一体どうやって倒したのか、いかやく、テレ朝動画で見れるので、というわけで戦国のびべい頑張れはここまで、次の電光丸登場回を紹介しよう。次が現状最後の電光丸登場回、2017年8月4日放送、天井裏の宇宙戦争である。このアニメも、原作とほぼ同じように展開しており、原作で電光丸が登場することはないのだが、この話を読んだことある人ならすぐわかるだろうが、この物語は当時放映されたばかりの、スターウォーズをかなりパロっており、R3D3 だの、アーレおっかな王女だの、アカンベイダーなどが登場する。実はこのアニメ、ワサドラにおいて2回アニメ化されており、2013年11月29日に放送した天井裏の宇宙戦争では、ほぼ原作通りに物語は展開し収束するのだが、今回紹介する2回目では、よりスターウォーズ要素が強くなっており、スタッフの遊び心が伝わってくる。まず、開幕のビタが遊ぶゲームのクリア画面がスターウォーズのあらすじ、アーレおっかな王女の髪型がレイヤ姫に少し寄せられており、R3D3 をより R2D2 っぽい配色と形、敵の兵士はまんまストームトルーパーであり、アカンベイダーもまんまダースベイダー。まあ、これは原作がそうなのだから別にいいのだが、スターウォーズといえば、忘れてはいけない要素がある。そう、ライトセイバーである。なんとこの回のアカンベイダーはのび太にライトセイバーで切りかかってくるので、ドラえもんは負けじと、名刀電光丸をのび太に渡して対抗するのである。当然、この戦い名刀電光丸の勝利かと思われたが、なんとアカンベイダーの猛攻激しく、電池切れしてない電光丸であっても競り負けてしまうのである。そう、今までは電池切れだったり、転ばし屋に撃たれたり、電光丸以外を狙われたり、純粋な刀の戦い以外での敗因がほとんどだったのだが、実は今回が純粋な刀同士の決闘で電光丸が負けるのは初めてであり、アカンベイダーが超越した剣の達人か、何か特殊な能力を持っているのは間違いないだろう。ホースと共にあれ。ちなみにこの回、途中でアカンベイダーがのびドラを追い詰める際に、歩行戦車を送り込むアニメオリジナルシーンがあるのだが、おや、これは、そう、間違いなくスターウォーズの AT-AT ウォーカーっぽい歩行戦車が登場しており、アニメスタッフの気合の入れっぷりが違うのだった。わらわら。というわけで、これにて全ての電光丸アニメ登場回を以上にするぜ。最後に、
少しだけおまけを紹介して終わりにしよう。お願いします。原作以外の書籍にも、名刀電光丸が登場することがある。まずは映画、ドラえもんのび太の宝島の小説版に登場する、クロックが改造した名刀電光丸会である。これは映画でいうところの、箱舟に乗り込もうとするのびドラを送るために、ジャイアンスネオがビビとガガの相手をするときに登場する。映画では手張りで応戦していたが、小説版では、フロックが改造した名刀電光丸会と、転ばしやネオで応戦するのだ。ただ、言っても改造されているだけで能力はさほど変わらず、ビビとガガ相手にもこの道具でとどめを刺すわけでもないし、電池切れや弾切れを起こすわけでもなく、普通に映画同様ジャイアンのキャプテンハットでビビとガガを倒すのだが、このシーンビビとガガの心理描写が映画より丁寧に描かれているので、興味があれば小説版を購入して読んでみてください。それでは次の電光丸登場回は、ドラえもんズスペシャルロボット養成学校編1巻ドラえもんの必殺技にて、親友であるドラえもんズは、各自個性豊かな必殺技を持っていたのだが、特にこれといって必殺技のないドラえもんは、秘密道具倉庫で何か道具を探していると、上から流れ落ちてくる秘密道具が、その中の一つがドラえもんの手に落ち、それが名刀電光丸だったのである。この名刀電光丸は原作とは違い、凄まじい切れ味を持っていて、落ちてくる秘密道具をめった切りにするだけでなく、と、ひったくり犯のスーパースーツから射出されたロケットパンチを切り落とし、ドラえもんはスーパースーツ相手に一人で戦い、とどめを刺せる瞬間まで押し込むのである。だが、本来であれば電光丸で切った相手は電気ショックかタンコブができる程度なのだが、この電光丸の切れ味は凄まじいので、なんとスーパースーツごと切り刻んでしまうのである。危なすぎるでしょ。なので、心優しいドラえもんは電光丸を投げ捨て、戦いを放棄するのだった。そして、ひったくり犯に再度ボッコボコにされてしまうのである。この後、ドラえもんはどうなってしまうのか、もし気になる人は、ザ・ドラえもんズロボット養成学校編を買って読んでみるか、過去にザ・ドラえもんズにドラえもんって必要なの、という動画でドラえもんの優しさについて触れているので、よければそっちを見てみてね。というわけで長くなったが、これにて名刀電光丸のおまけ、そしてその全ての紹介を以上にするぜ。名刀電光丸は原作ではたったの2回、先生没後のワンニャンを入れても3回しか登場しておらず、割とマイナーな秘密道具でしかなかったのだが、映画やアニメでは、空気砲やショックガンなどに並び、戦闘用の秘密道具として電光丸がよく登場するようになってから、近年ではかなり知名度を上げてきた。だがその強すぎる性能がゆえに、戦闘中高確率で電池切れを起こしてしまい、結局他の手段や道具に頼らざるを得ない、少しだけコプターの電池切れ並みに頼りにならない道具になってしまっている。だが、電池が切れなかったとしても、電光丸だけでは負けてしまうシーンは意外と多く登場しており、これ1個あれば安泰、という秘密道具ではなさそうだった。今後、もし電光丸が登場することがあったら、勝てる確率は 50% ぐらいに見ておくのがいいだろう。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。